皆さんこんにちは。今日はですね、人の名前、実際にある人の名前を当てていこうということです。はい、皆さんにも名前がついてますよね。はい、ゆうきとか、はい、ひろよしとかね、たけしとか、はい、最近はね、ちょっと難しい名前が多かったりするんでね。まあ、でも名前は家族がつけてくれた大事なものなので、はい、まあ、決してバカにしてるわけじゃないんだけど、まあ、ちょっとクイズ的に、例えば、うん、例えば、心が太いね、心が太い、分かってないように、うん、心が太いって、そう、心が太い、これなんて読むと思います？だて、だて。うん、男の子の名前でハーフって読むらしいです。ハーフ、はい、心が英語でハート、うん、で、太いは、まあ、そのまま太いの負があるでしょ。珍しい、ハートが太いっていうことでハーフ、うん、だけど実はこの心が太いって書いて、一般的にはところてんって呼ぶんですよ。そう、だからまあそこをね、知ってか知らずか分かりませんけど、はい、はい、まあこんな感じでやっていきますんで、はい。こちら草冠にくわえる、ね、で子供の子、これは女の子の名前ですけど、お、女の子、ヤクコ、え、なんて、ヤクコ、ナスコ、カコ、正解はカコ、まあそのままね、カコって読む。ただ今ね、コバさん言われたように、これナスって読みます。はい、でも名前にしたらカコさんなんですって。次こちら、これなんて読むでしょう。ハム太郎。こうかお、あー、こう太郎、ハムをこうにしてね、こう太郎、あー、なんか面白い考え方ですね。ただ正解はね、ハム太郎で正解なんですこれ。アニメ好きのお父さんお母さんだったんかな、まあ、ハム太郎から取ったということでね、そのまま、はい、ハム太郎と似たようなタイプの名前で、今度こちら、これなんて読むでしょう。うわ、正解です、そのままたかしくん、うん、何々たかしくんくんってことになる、うん、ね、確かに、はい、続いてこちら、一服するとき、一息つくときに、なんかちょっと食べたい甘いもの想像してみて、なんか疲れたなっていうときに、なんか甘いもの欲しいなって思ったら何食べたい。和菓子。和菓子。もう思いつかん。まあ、茶菓子なんやけど、これでチョコって読むらしいです。チョコはね、茶菓子でも何でもないんですけど、うん、でも茶菓子って書いてチョコって読むらしいです。はぁ。で、はい、次こちら、まあ、喜怒哀楽、喜ぶ、怒る、悲しむ、楽しむ、感情を、そう、なんて言えばいいかな、怒ったり喜んだり悲しんだりっていうのをすごくこう表現してくれる人のこと、豊かですね。おお、すごい正解です。ん、喜怒哀楽って書いて豊かって読むんです、ね、ん、はい、感情豊かな子にね、育ってほしいと、そういう願いが込められてるそうです。続いてこちら、こ
それそのまま読んだらね、不思議ですよね、不思議っていうのをちょっとこう他の言い方に変えたらどうなるかな、ちょっと膨らませていって考えてみて、まあ、例えば漫画とかテレビとかで不思議なことが起こったら頭の上に何かマークがついたりするよね。言っとくかな、これはハテナ。ではね、最後こちら、素晴らしい、ビッグマン。ビッグマン本当に、はい、ちゃんと男は大きいよ。そうビッグよ。そう、大きいはビッグね。男マンジロ、男マン、そうです、ビッグマン。以上でとりあえずね、あの一例を紹介しましたけど、初めて見たらどう読むんだろうってね、悩んでしまうような名前がいっぱいあるんだけど、自分はその名前はいいと思います。自分のそのまま、うん、そのままと何に違うかなと、名前は、あ、自分の名前を大事にする。ああ、素晴らしいね。頭を悩ませたせいかちょっと疲れましたかね。はい、そうそうそう。じゃあこの辺で今日はね、終わりましょうかね。なんどうやって締めようか、どうやって締めようか。もう4月も始まりましたんで、新学期、違う、新学期じゃない、ないんだっけ、新年度、新年度、そう、またみんな新たな気持ちで、やっていきましょうか。はい、はい、はい、ありがとうございました。大丈夫、はい、さよなら。大丈夫Hehehe